県相良市のバイク屋鈴木モータースです。今日はですね、木曜日ということです。今日も元気よく、天気もですね、晴れのち曇りという予報ですけれども、今日も一日頑張っていきたいなというふうに思っております。今日もですね、当店で新しく10月からですね、始めたこちらのサービスなんですけども、読んでいくと、完全予約制アワワセンサーサすげえ口まだまだしてた待ってくださいね。バイク屋がするアワワバイク洗車ということでですね、完全予約制アワワバイク洗車、待ってるだけでピカピカ、ありそうでなかった洗車プラン、これ良くないですか。ガソリンスタンドさんで車の洗車をお願いするっていうのはメジャーじゃないですか。でもバイクの洗車をお願いできるのってなかなかなくないですか。っていうふうに、この前ふと思ってですね、まあそのいろいろ海外とかの、すごいですよね、海外のあのバイクミーティングとか、あのハーレー乗りのミーティングとかだと、 YouTube とか見るといっぱい出てくるんですけど、ビキニのですね、あの美女がですねすごいんですよ、あの自らの体を泡泡にして体でバイクを洗っていくっていうすごい、あのショーがあるんです。ショーっていうか、なんかそういう演出がよくあるんですよね。もうビキニの美女が泡泡洗車を体でするみたいな。絶対それそんな綺麗にならないでしょと思うんですけど絶対あれですよね、あのストロークの間とかまで見かけないじゃないですか、そんなまあでもね、そういうことはですね、うちではしないんですけども僕がビキニですね泡泡洗車したところで何のメリットもないと思う。そうではなくてですね、バイク屋にお客さんのマシンをですね預けていただいて、で僕たちがですねピカピカにしてお客様にまたご納車をするというようなサービスでございます。やっぱりですね、なかなか忙しい方とか、乗るのは好きだけど洗車が嫌だっていう方も結構いらっしゃるんですよね。あとはアパートとかに住んでてですね、水場がないと、で水場はないし、水かけたらやっぱりですね、水をちゃんと飛ばさなきゃいけないですよね。入っちゃいけないところにいっぱい入っちゃうので、エアでちゃんと飛ばしたりとかですね、するんですけども、やっぱりそういう道具もないと、まあ、要は洗車する環境がないっていう方もですね、多くいらっしゃいますし、あとはですね、どうやって洗車していいのか分からないっていう方も結構いらっしゃいますよ。なのでそういう方々にですね向けて、バイク屋がするアワオバイク洗車っていうのを始めました。でアワオバイク洗車、なんと3000円でやっております。3000円に消費税でやっております。なので3000円お客様がお支払いいただければ、もうピカピカになったバイクが返ってくるというような感じでございます。アワーバイク洗車3000円を始めて、それとは別にですね、チェーンメンテサービス、チェーンの清掃と注油、これは単独のメニューで、洗車を3000円でもチェーンメンテも1500円でも別にできると。であとはワックス掛け、ネイキッド車、フルカード車にもいるんですけども、まあ本当にガソリンスタンドさんの洗車みたいな感じで、アワー洗車をする、まあ、言ってみればちょっと言い方あれですけども、泡洗車をするだけっていうのもできますし、チェーンメンテだけっていうのもできますし、で泡洗車とワックスがけまではしないので、泡洗車した上でさらにワックスピカピカにしてくれっていうのは、このあれですね、プラス500円からっていう感じです。でじゃあ泡バイク洗車とチェーンメンテをコラボでできるかっていうことなんですけども、それも可能でございます。3000円と1500円なので、合わせれば4500円のところを、セットだと4000円にしてワンコインお得というような値段設定をしております。でさらにワックス分けもセットにすることができて、アワーバイク洗車とチェーンメンテとワックス分けのフルコンボですね。で5000円が4500円になると、ワンコインがこれまたお得になるというようなプランもございます。まあここに書いてますけども、チェーンセットとフルセットですねっていう風にできると。やっぱりアワーバイク洗車だけでは、あくまでもやっぱりですね、バーンって全体洗車してきれいにするので、細かいチェーン一個一個の清掃とか、そこまではちょっと手に負えないっていうような感じなんですけども、それをセットにすることによってですね、もう完璧な状態になると
いうような感じですね。でこういう感じのサービスを新しく始めたので結構ですね、ご好評いただいてて、で最近多いのが僕たちもやってみてあなるほどと思ったんですけども、冬のお預かりをさせていただくときに一緒にこのサービスもしてくれっていう風にご依頼をいただくことが本当に多くなってきて、やっぱりあの冬のお預かりの時は点検と調整と洗車はしますけども、あくまでも簡易的な洗車でございます。なのでこういうですね極上の洗車プランを組み合わせることによってピカピカの状態でまた春も乗れるというようなサービスを併用される方がすごい多くなってきて、あ嬉しいなと思って、こう僕たちが新しく始めたサービスがやっと認知され始めてきたなみたいな感じですね。あとは車検でですね、お預かりした時に車検と一緒に泡洗車もお願いしますとか、車検と一緒にチェーンメンタもお願いしますってご依頼いただくことが本当に多くなってきて、なるほどと思って、本当にですねお客さんから学ばせてもらうことが本当に多いと僕たちも思っております。で今回こちらのですね VTR250 が冬のお預かりで入庫してきました。でこちらのお客様はですね、屋外保管ということで、やっぱりどうしてもバイクカバーかけてても下からですねどんどん錆びてくると、でもちろんですねチェーンもどんどん錆びてくると、なので冬の預かりと一緒にチェーンメンテもお願いしますって言っていただいて、まだですね何もしてない状況なんですけども、これからですねこのバイクのチェーンメンテをしていきたいと思います。でじゃあスズキモータースでチェーンメンテお願いしたら誰がやるのかっていうところですね。なんとですね21歳の女性スタッフまこちゃんがですね、もう巷では結構有名になってきたんですけどもチェーンの神様って呼ばれてるんですよもう在庫でですね仕入れた車両とかお下取りに入ってきた車両でチェーンがですね結構錆びてるバイクとかももう新品以上の輝きにして戻すというような感じでですねその実力がですねどんどん知れ渡ってきて、鈴木モダンのスタッフ全員もですねもうチェーンメンターも全部お任せしているというような状況でございます。でじゃあ実際に今どんな感じなのかちょっとですね後でチェーンメンテが終わったらまた動画を撮りたいと思うんですけども、現状やる前こんな感じでございます。こんな感じですね。結構来てますね。汚れもあるんですけどもサビもあって、これも内側のリンクのところ錆びてますよね、かなり。でプレートも汚れの上からさらに錆びもですね付着してて、これはあれですよ、結構頑固な感じだと思いますよ。いやこれもすごいですよ、もう錆びが。果たしてですねこれがどのくらい綺麗になるのかというところですよね。で僕たちはですねお客様のバイクをいっぱいこうお預かりする機会があって、いろんなバイクを見てるんですけども、すっごい思うのがバイクの愛し方と女性の愛し方って超似てるなと思って、やっぱりですねバイクを普段から大事にされていて、あこの人本当にバイクのこと好きなんだなとか、このお客さん本当にバイクのこと大事にしてるんだなって思う人がいっぱいあるんですけども、そのバイクを大事にしてるポイントの結構大きい要素を占めてるのがこのチェーンなんですよね。まあおしゃれは足元からっては言ったりしますけども、いくらですね立派なスーツを着てても靴が汚いとかっていうのってあるじゃないですか、うん、でやっぱりこう本当のですね富裕層とかっていう人たちってみんな靴がすごい綺麗だしすごいいい靴を履かれてるじゃないですか、うん、バイクもやっぱり共通するところあるよね。でこういうところをしっかりですねメンテしててピカピカでですねいつも状態よくしてるお客さんは本当にですねああバイクの大事にされてるなって、もちろんその環境とかもあるんですけども、やっぱり屋外保管とこうなりますよ。やっぱりバイクカバーかぶせても下からどんどん来るので、うん、でもやっぱりですねお客様が自分のバイクをどれだけ大事にされてるかっていうのを見るときに、やっぱりチェーンとスプロキはですね結構バイク屋見ますね。ああこの人本当に大事にされてるなとか、ああしっかりメンテしてるなとかっていうふうに思います。
ていうのもタンクとかフェンダーとかですね、カウルとか磨くのって割と簡単じゃないですか、うん、でもここって大変なんですよね、うん、僕たちみたいにこういうリフトがあってですね、この高さでチェーンできればいいですけども、普通はないじゃないですか、うん、自宅にこのリフト、うん、ってなるとやっぱり膝を曲げてかかんでですね、腰痛いって胸がこうやってやってたりとか、で手も汚れるし腰も辛いし、でもそれでも拒否している方はあすごいなと思いますね。でもなかなかやっぱりそれも厳しいので、僕たちのこのチェーンメンテサービスを使っていただいてですね、少しでもお役に立てればなと思っております。でチェーンがですね、しっかりメンテされてないとどういうことが起きるかというと、結構今年も初めてバイクに乗られる方、お客様にバイクをご納車させてもらったりとかするときに、ご納車のときにですね、お客さんチェーンのメンテとかって大丈夫ですかって言ったら、え、そんなの必要なのっていう感じで、何もやっぱりわからない、まあ、それが当たり前だと思うんですけど、まあ、分からなくて、え、チェーンってどうやってメンテすればいいの、いつやればいいのとかっていう感じでいろいろこう話すんですけども、いやチェーンは絶対大事ですよっていうふうにいつも言ってて、ね、こういろいろご納車時にお伝えさせてもらうんですけども、なんでこんなにチェーンが大事かっていうところなんですよね。バイクっていうのがどういうふうに走るかっていうと、そもそもなんですけど、エンジンがありますと。でエンジンがあって、そのエンジンの駆動をフロントのスプロケットがですね、これすんごい簡単に言いますよ、めっちゃこういう言い方するといやいやっていう細かいツッコミとかいっぱいあると思うんですけども、超簡単に言うと、エンジンにフロントのスプロケットがついてて、でエンジンの回転をフロントのスプロケットに伝えてるんですよ。でこれを一時減速って言ったりするんですよね。一時減速って言って、フロントのスプロケットがここにエンジンついてると、でそこにドライブチェーンが巻かれてるんですよ。でフロントのスプロケットがエンジンファーンって回転すれば、フロントスプロケットがバーって回るじゃないですか。でその駆動をフロントスプロケットについてるドライブチェーンが伝えて、でこのホイールに、リアホイールについているリアスプロケット、ドリブンスプロケットって言いますけども、このスプロケットについてるチェーンがまた回るわけですよ。そうするとリアホイールが回ると、で初めてタイヤが回るんですよ、で走ると。なのでなんかこうアクセルパーンだけどリアタイヤが回る気しません？でもそうではなくて、エンジンが回転上がるとフロントのスプロケットが回って、それについてドライブチェーンがこう回って、リアスプロケットが回って、でホイールがリアスプロケットがホイールについてるから、それでやっとホイールが回るとっていうことなんですよ。なのでレーサーとかで1秒でもコンマ1秒でもコンマコンマ1秒でもですね、コンマコンマ1秒 0.01 秒でも早くしたいっていうふうに思ったら、何をするかっていうと、エンジンの力がなるべく食われないようにリアタイヤまで伝えることが大事なんですよ。っていうのも、例えばエンジンの力が100でしたと、でフロントのスプロケットに伝わる力が100だったらいいんですけども、やっぱりだんだん減速していくわけですよ。なのでフロントのスプロケット1次減速で、リアスプロケット2次減速って言ったりするんですけども、エンジンの力が100だとしたら、フロントのスプロケットに伝わる力が例えば80と、で80の力を今度チェーンを伝えてリアスプロケットに伝えるから、ここは60と、なので最終的には100の力が60の力で回しちゃってるっていうような感じになるんですよ。なのでレースの人たちは何をするかというと、100の力でなるべくリアホイールも100の力で回るように近づけていくと、要は全部抵抗になるわけですよね。でその抵抗をなるべく少なくすると。なので1000cc とかハヤブサとかですね、530っていうサイズの太いチェーンが純正で使われているんですけども、それをですねワンサイズ落として520っていう中型排気量よく使っているチェーンサイズにコンバートで変えることによって、フリクションが減るんですよね、ロスが生まれると。なのでより100の力を100で伝えやすくしてあげると。で正直530のチェーンを520に落としたところで切れませんし、全然問題はないです。これはもう RK のメーカーの方たちも言ってることなので、もう早めさクラスでも520にコンバートしちゃっても全然大丈夫と。で520にコンバートするとメリットしかなくて、フリクションロスになるっていうことは燃費が良くなるんですよ。だしすごい駆動軽く感じるんで、走っててファーッと走ってて、一見ニュートラルに入れるとスーッていう、この全然
今までと違う感じなのがすごい分かると思います。っていう感じでパワーが上がるし燃費も良くなるしっていうコンバートするいいことしかないんですけども、まあ5人までコンバートする話はまた別として、あのよりですねエンジンの力をリアホイールに食われないように伝えることが非常に大事ということになります。なのでやっぱりですね錆びてるとか、このチェーンとスプロケンの間にですね油膜が油がしっかりついていないとかそういうことになってくると、どん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 ロスしてきて燃費も悪くなるし、パワーも落ちるし、で挙句の果てにはお金がかかるんですよね。っていうのもここよく見てもらうと、よく見てもらうとですね、このチェーンのローラーがあるじゃないですか、ここにローラーがあって、このスプロケットの谷にこうやって噛んでるんですよね、チェーンとスプロケが、うん、ってことはスプロケットの谷とローラーの表面って常に金属と金属が当たっていることになるじゃないですか、うん、でそこに油がないとどん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 これ走っててもすんごい勢いで回ってるわけじゃないですか、うん、わーとか走ってるので、そうするとここにですね油がないとどん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 熱くなっていくんですよ、うん、ここが熱くなっていくと何なかってなると減っていくんですよね、うん、なので減ってるスプロケットを見るとこの谷がすごい減ってて尖ってふわってこう昔のベッカムの髪型みたいなこうどんどん谷になっていくんですよね、うん、なので油がないとどん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 摩耗していくんですよね、熱を帯びて、そうすると減っていくので、じゃあチェーンも伸びてくるし、でチェーンが伸びると不思議なことにチェーンって張ってるところとダルンって伸びてるところがこうな出てくるんですよ、常に一定の伸びじゃなくてチェーンが減ってくると張ってるところ伸びてるところがどんどん出てくるんですよね、だからうまく調整できないし、あのスポケットも減ってくるとだいたいこの辺が減ってくると大事なのかなと思います。やっぱり伝えないとわからないと思うので、でこういうのをやっていくとこうどんどんですね、バイクについての知識がどんどん増えてきて自分でいろいろあれもやってみよう、これもやってみようってなるわけですよね、うん、はい、そんな感じで、なのでチェーンの油はですね雨、フロントスプロケット、リアスプロケット、ドライブチェーンの3点セットで交換が普通なんですよね、うん、じゃあ、あの油がなくてずっと走ってて、3点セット変えるってなればまず万が飛ぶわけですよ、うん、何万円も飛んじゃうわけですし、まあ、チェーンとスプロケット全部揃えるとなったら多分安くても2万円3万くらいはやっぱりかかっちゃうわけですよ。でもそうしないためには普段からですねここにちゃんとオイルを挿しておいて完璧な状態でですねチェーンもメンテンして綺麗にしておいてピカピカな状態でオイルもしっかり挿しておいていけば寿命が伸びると。だって3万4万円かかるよったらこれ1本1600円ですよ。これをまめにメンテしてですね、でチェーンクリーナーだって同じような金額でまめにやっていってれば節約にもなるわけですよ、うん、なのでこういうですね僕たちのこのチェーンメンテは1500円なのでそういうのも使っていただければなと思っているわけでございます。結構ですねこのチェーンに関する知識というのはやっぱりバイク乗ってて詳しい方は知ってるんですけども、初めてバイク乗る方ってここまでやっぱり誰も教えてくれない、教習所にも教えてくれないと思うので、うん、こういうところですね僕たちがこう五能さんの旅にお客さんに伝えていくことが大事なのかなと思います。やっぱり伝えないとわからないと思うので、うん、でこういうのをやっていくとこうどんどんですねバイクについての知識がどんどん増えてきて自分でいろいろあれもやってみようこれもやってみようってなるわけですよね、うん、はい、そんな感じで、なのでチェーンの油はですね雨走れば、雨の日走っちゃえば一発だと油全部落ちるので、雨の日走ったら必ず毎回チェーンの清掃と注意は 100% しないとアウトなわけですよね、うん、一発で雨の日走ったら全部飛ぶので、うん、っていう感じでございます。まあ本当はですねもっと話したいことチェーンに関していっぱいあるんですけどもまあとりあえずですね今日これからこれをやってみてどこまで変わるかっていうところですね、比較していきたいと思っております。じゃあチェーンメンテサービスのご紹介でした。